こんばんは。映画にまつわるゲストをお迎えしてお送りするトークセッションチャンネル、カタルシネマです。はい、このカタルシネマは映画にまつわるゲストをお迎えしてお酒を飲みながらいろんなお話をお聞きしていくという番組です。マスターを務めますのは、劇場で毎年年間200本の鑑賞を目標としている映画親父こと私、吉川明俊。そして今回から新たにカタルシネマに参加することになりましたアシスタントの高村亜希です。初めての収録で若干緊張しておりますが、これからどうぞよろしくお願いいたします。そして今回もここ浅草のカフェバー稲さんからお送りしております。今回はゆうちゃんがお休みということで、今後はゆうちゃん、あきちゃんの2人がアシスタントとしてサポートしてくれることになりました。皆様よろしくお願いいたします。では早速第5回目となる、今回のゲストをお迎えしたいのですが、一体どなたでしょう。はい、今回お迎えするのは NBC ユニバーサルエンターテインメントジャパン合同会社営業部の平井聡さんです。改めまして、本日のゲストは NBC ユニバーサルエンターテインメントジャパン合同会社の営業部、平井聡さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてですね、平井さんは、私とお付き合いが非常に長い、業界っていうかパッケージ業界。今日、お話しするのは映画というよりか映画館以上におそらく楽しんでいる映画パッケージ、そのパッケージを長年、手掛けられた方です。今は、現職は NBC ユニバーサルという会社におられますから、ついこの間までは、ワーナーブラザースホームエンターテインメントというところで、レンタルじゃなくって販売の、最先端に立って営業された方です。そこでですね、今回は激変する映画パッケージの今までとこれからというふうなお題でぜひお話を伺わせていただきたいと思って今日のゲストに来ていただきました。はい、そうですね、2000年代から初頭から DVD がすごくその、流星を誇って、今に至って、でだんだん今は配信が主だった形になってますけれども、そういうふうに、変化してもらったことをまず語ってもらう前に、平井さんご自身の、この映画業界、パッケージ業界に入ることになったきっかけというか、このパッケージで、関わっていきたいと思ったきっかけを、はい、ぜひ教えてください。分かりました。はい、この業界に、入ったのは2001年になりますね。なんで、それまでっていうのは映画とは全く関係ない、業界におりまして、いわゆる消費財系の会社にいまして、で当時ちょうど2000年、まあ2000年ちょっと前ぐらいから DVD というものが世の中に出て、ビデオテープに変わるものみたいなね、まあ、まだビデオテープもありましたけど、DVD というのが世の中に出て、アメリカではすでにもう DVD がいわゆるスーパーマーケットとか、大きなホームセンターとかで売られている時代になっていたというところで、それを日本でもこう広げていきたいということで、まあ、それまでそれいわゆる消費財、まあ、洗剤とか歯磨き粉とか、そういったものを売ってた、まあ、私の経験をDVD 業界でも、まあ、発揮してほしいというところでこの業界に入ったと。意外とこの業界、当時ですね、その消費財の会社から入られた方多くって、実はまだそうですね、同じ会社出身の人がこの業界にいたとか、なるほど、はい、そういう時代でした。そうすると映画を、売りたいとかいうふうな意識ではなくて、その、商品とかメディアを広めていきたいというふうな意思の方が強かったみたいな感じですか。実際入社の時に、映画が好きかどうかっていう質問、好きである必要はないっていうことで、当時の採用の方におっしゃっていただきました。やはりその映画って、まあ、当然好きですけど、めちゃめちゃ好きかどうかって言われると、まあそうでもなかったんで、本当やっていけんのかなって思ったんですけど、まあ大丈夫っていうことで入社しました。映画好きだよね、あきちゃん。はい、はい、でも映画館で見るよりか、圧倒的にパッケージで見る方が、やっぱ多いよね。はい、多いですね。それはなぜ？パッケージとかを見て気になったのを見やすいのはやっぱ
映画館よりもそれこそレンタルショップに行って、うん、手軽に、うん、あこんなのあるんだみたいな感じで何本か借りて、うん、見ることの方がやっぱ多いです、うんうん、いや一緒一緒一緒でした。あのその感覚の延長線上で、うん、まあ、あのこの業界に入った、うん、そのなんですか DVD をこう日本に広めてより気軽に買える環境を作るそういった時代だったということですね、うん、なるほどね。とやはりあのすごい勢いで DVD が売れてる時代、うん、そうですね、売れ始めたところですよね、うん、2001年までにあの広まるんじゃないかっていうふうに私も予想してたんですけども、うん、それをはるかに上回る、速さで浸透してった、うん、だからもう手軽なのね、テープだと今までの VHS からテープが巻き込んだりだとか、うん、そういうこともなく、でレーザーディスクという大きな版からこんなちっちゃいふん、コンパクトになったっていうことを含めて、圧倒的にあの広まる速度は速かったですね。やっぱ VHS から DVD 初めて見た時のあの感動っていうんですか、うんうん、多分経験ないと思うんですけど、カセットテープをこうデッキに入れて早送りして、どこで前見てたかみたいなところで止めて、そうですね、で見終わったら巻き戻しをして、しかもでかくてみたいな、それがこんな薄く、まあ CD みたいな版で好きなところまで一気に飛べて、当然巻き戻しもなくて、しかも画質が当時はですね、すごい綺麗っていう感動でしたもんね、うんうんうん、でも入られた時はまだ VHS のテープは扱いあってありますよね。そうですね、7対3で7が DVD、うん、3が、VHS っていう感じでしたね、うんうん、だから社内でなんか視聴版みたいなやつを見るときは VHS、うん、あの白箱です、白箱ですね、はいはい、いわゆる白箱です、はい、あれで白箱わかんないですよ、ね、白い箱に入ったカセット、うん、テープ、うん、カセットテープですね、うん、VHS って、うん、まあ、白箱って、うん、まあ、いわゆるあの事前にこの視聴する用視聴用の、うん、ビデオテープ、それをタイムコードとかたまに入ってたりとか、ね、あ、もちろん入ってた、ね、もちろん入ってるし、コピーガードが途中かかったりとか、うん、そういったものでした、ね、うん、はい、いや懐かしいな。平井さんが入られた時ってもう、ブルーレイ、じゃあ DVD はありましたよね。もちろんもちろんあって、もう一時期の山っていうか、うん、マトリックスが、うん、ワーナーがリリースした時に一つの大きな、そうでしたね、あのタイミングだったと思うんですけど、あの世に、DVD を広める、キラーコンテンツというかね、ありましたね、あのテレビ CM でもね、はい、すごく目にして、うん、あのキアヌ・リーブスがこう後ろに、はい、そういうようなあれがもう DVD で見れるっていうところですね、うん、あれで、まあ、一山終わってで、うん、さらにこれからちょっと DVD を広げていきたいっていうタイプ。なるほど。じゃあマトリックスの時は入社はまだしてなかったんです。僕同期は AI ですね。うんうん、じゃあワーナーが一番最初に DVD 化したタイトルも知らないでしょ。イーレピザ。あ、それはワーナーの歴史を振り返ったとき必ず一番最初に出てくるんで。そう。はい。でもシュワルツネガーの映画だっていうふうに分かる人ほぼいないんですよ。あ、いないんです。そう、知らないでしょ。知らないです。でもなんであれ一番だったんですかね。でもあの時はまだシュワルツネガーのアクションは、うん、ソニーピクチャーズの方だったらラストアクションヒーローだとかあったので、それなりにまだネネンバレがあったので、うん、とりあえず第一作目っていうふうにしたようですね、私の記憶では。だからアマレーケースが少し角張ってでっかかったんだけど、あのいわゆるワーナーケースって言われてる、ね、そう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 、白い外箱の、はい、うん、違ったんですか今と、うん、今違います、今違うんですよ、そもそもからして、DVD になるときにパッケージサイズをどうしようかっていうふうな問題があった、うんうんうん、で、ソニーピクチャーズは、ソニーミュージックがあるからCD と同じ真四角な入れ物でいいんじゃない、っていうふうに言ったのね、うんうん、それに対してワーナーは、いや、あの、大きな、ビデオカセットサイズの、縦長、これがいいというふうに、言って、まあ、いわゆるどっちがいいか論争になったの、うんうん、ありましたね。ありましたね。ジュエルケースか。ジュエルケースか、アマレーかって、ね、アマレー、はい。アマレーはその後ですから、うん、まあ、いわゆるワーナーケース。ワーナーケースですね。はいはい。はい、そうです。だから、同じ一時期そうですね、このサイズの
この DVD、今でいういわゆる DVD サイズのものと、うん、このいわゆる CD のサイズ、うん、この2つが世の中にありましたね。同じ映画なのに同じタイトルを2つ、あ、そうなんですか、うん、出したの。知らなかった。で、どっちが売れるか、最終的にソニーピクチャーズの方が同じタイトルを出して、うん、同じ数量を仕入れてください、で一部売れた方に軍配あげましょうっていう風に言った時代があったのね。あった。それは経験してます、うん、経験するは経験した。2001年以降だと思います、うんうん、結局それで、ワーナーサイズが勝った。やっぱりパッケージがでっかい方がいいという風にみんな支持したのね、うんうん、でそれの前の段階だとどっちが頑丈かっていう話になって、うん、俺が知ってる方でよしじゃあ試してみようって言って3メーター先に両方ともポイって投げたんですよ。え？そしたらそう、ワーナーの方は大丈夫なんです、当然だよね、あれ壊れるわけ、負けてないっていうかさ、で、でも、ジュエルケースは割れるよね。それは割れるでしょ。そういうふうに、ね、試してやったらば、あ、これは頑丈な方にしようというふうな逸話も残ってます。確かに CD は割れたことあるけど、うん、DVD 割れたことないですもんね。うんうん、でもそういうふうに、タイトルを経験して、で、平井さんが、営業でやってきた。うん、平井です。何も映画のこと知らないんだっていうふうに。その時の、一番最初の営業したタイトルって覚えてる？一番最初ですか。あれ多分ね、入社して数ヶ月経ってからだったんで、うんうん、ね、キャッツ&ドッグスとソードフィッシュだったような気がしますね、うんうん、覚えてます。ソードフィッシュはなんとなく覚えてるけど、うん、一番印象に残ってるのはやっぱりワンスアポンアタイムインアメリカ。あー、ちょっとだから、もうちょっと後、まあ、とか、うんうん、まあさっき言ったように映画は好きだけど、うん、詳しくなくて、でただやっぱり自分の営業の商品として当然説明しないといけないんで、さあどうしようかと。で俺はあ、分かった、大丈夫、説明いらないから、そうそう、こっちが分かってるから、うん、あなたが一押しにするタイトルは置いといて、うん、3番目のこのタイトルが俺にとっては重要だから、うん、それちゃんと仕入れるから、うん、その仕入れの条件ちょうだいなって言ったら、うん、分かりましたっていうふうにその営業スタイルが素晴らしく俺に響いた、あ、これは、その作品を仕入れてほしい知識じゃなくてこっちの要望に応えようとするあ、うんうん、営業のマインドがあったわけですよ。本当はダメなんですよ。だってね、中身をちゃんと伝えて、うん、理解して買っていた、これがまあ営業のそれまでのスタイルだったんで、うんうん、この業界入ったら自分よりもお客様の方が商品内容が詳しいっていうね、うんうん、なんか変な感じなんで、うんうん、ただちょっとそれ甘えさせてもらってそれ以降はまず何をするかっていうと、紙をその1ヶ月間注文取らなきゃいけないリストをまず渡すんです、うんうん、で僕は何も喋らないです。で顔表情を見とくんですよ、うんうん、そしたら上から見ていて途中でピッてなんか表情が「あこれ出るのかよ」みたいな、でそれなんだろうって、で多分これは多分展開仕入れたいんだなっていうことで、うん、まあ、ちょっと特別な例えば販売促進のプロモーション費用であったりっていうのをちょっと確保すればいいんだなっていうふうに、それがだから2年3年ぐらいですかね。まず吉川さんにそれを持っていくんです、その紙を、うん、で上から順番にこれはこういう監督さんでどうのこうのって、うん、説明してくださるんでそれをこう俺がねここがポイントなんだよって、うん、この裏話がこうでこうでって言ってくださるんで、それをメモして、そのまんま違う企業さんで説明するって、こういう素晴らしい仕事の流れを作れたんででもそれが一番なんか自分も勉強になるし、そうだからそれを感覚で教えなくても感覚で分かって、それをなんだろう実践した褒められたもんじゃないですか、ね、でもそれも一つの才能ですよね。ありがとうございます。いや、ね、吉川さんのその表情が変わる瞬間を、うん、そうなんだよね、うん、なんでまあ映画の部分に関して言うと本当に、まあ、知識量がすごく、うん、あるので、もうそれ以降は、うん、
まあ、僕のいわゆる映画の師匠でもありますし、まあ、本当にいろいろなことを学ばせていただきました、うん、はい、そんな出会いをね、はい、持って、約20年、20年ですね。20代でしたからね、うん、一番最初付き合ってまして、はい、その20年間で私は いただきありがとうございます。カタルシネマではネット限定で T シャツ、トートバッグ、缶バッジなどオリジナルグッズの販売も行っています。カタルシネマ物販部と検索するとアクセスできますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。